んにちは、ハイジーです。今日は超レトロ&レアな自販機があるとのことで車を走らせておりまして、お店に隣接した自販機なんですけれども、そのお店の営業時間がもしかしたら着く頃に終わってしまうんじゃないかということで、焦りながらでも安全運転で進んでおります。とにかくその自販機を Google マップで見てみますと、すんごいシュールな感じで面白そうなので早く出会いたいと思っているんです。さあ着きました。今目の前には至って普通の自販機があるんですけども、この隣にいました。これがなんと忍者ジャジャマルくんのポップコーンの自販機なんですって。ジャジャマルくんといえば僕子供の頃大好きで、もちろんファミコンソフト持ってましたからね。で、あのジャジャマルくんがゲームの中では持ってなかったトウモロコシを片手に持っています。こういう感じですね。ジャジャマルくんの顔ってあんま知らなかったんですけども、リアルにしたらこういう感じになるってことですね。こう見ていきますと、バター味、塩味、カレー味があります。1個100円ですね。バター味売り切れ中ですね。で、今日は実はもう多分ね、お店が閉まってる時間で、この近所がね、僕の後ろとか結構すぐ歩いたら住宅街になるんですよ。で、正直お店が開いてる時間までに来たかったんですけども、閉まっちゃってる上にこの自販機買うとめちゃくちゃうるさい音が出るのは僕知ってるんです。なので近所迷惑になると思うんで、今日はすいません、買わずにこそこそ眺めて帰りたいと思います。また明るい時間帯に来れたらいいなと思っております。ちなみにだから、この自販機をちゃんと買ってる動画っていうのは YouTube 上にいくつか上がってると思いますので、そのリンク貼っておきます。皆さんそちらをご覧くださいませ。とにかく現存まだしてるよっていうご報告の動画になっちゃいましたが、僕はあえてすごく嬉しいです。この同じ画面に映ったぞっていう、はい、嬉しいです。ジャジャマルくん、ではまた会いましょう。さよなら。ジャジャマルくんといえば、僕子供の頃に家族で新宿に行った時に、お父さんがヨドバシカメラで、何でもない普通の日だったんですけども、ファミコンの将棋のカセット買ったんですよ、ソフト。で、それを見た僕が、ちょっとお父さんばっかずるいよ、僕も買ってよって言って、僕もジャジャマルくんをついでに買ってもらったっていう、ラッキージャジャマルくんパターンで、めちゃめちゃやり込んだんですね、それから。っていう経緯もあって思い入れも強かったんですけれども、まあしょうがない、今回しょうがない。でもまだまだせっかくここまで来たらレトロな気分に浸りたいぞということで、こっからちょっと行ったところにぐるぐる大帝国っていうファミコンのカセットとかがいっぱい売ってるところがあるみたいなので、そっちに向かってみたいと思います。さあ着きました。古本、ゲーム、おもちゃ、トレカ、古着が売られていますぐるぐる大帝国さんでございます。お宝リサイクルでございます。車めっちゃ止まってます。人気スポットですね。というわけでぐるぐる大帝国から今帰ってきまして、まあめちゃくちゃ面白い場所でしたね。まあ買い取った中古のおもちゃとかもいっぱいあって、もう1時間ぐらいね見て回っちゃいました。なんか1000円で自販機みたいな感じで、何かの古着が当たるやつとか、なんかわけわかんないものもいっぱいあったり、 UFO キャッチャーもいっぱいあったりとかあったんですけれども、私が買ってきましたのはこちらでございます。ディディーン、お宝発見とありまして、今回の動画そうです、ジャジャマルくんですよね、言ってもね。それにもう執着する形のお買い物をしてきたんですけれども、こちらでございます。ディディーンと、はい、来ました。1000円で何が入ってるかわかんないファミコンカセットの10本詰め合わせでございます。で、もう何が入ってるかわかんないんですけれども、一応こことこことここだけ分かってまして、これがまずファミスタ、後ろが台東のスカイデストロイヤー、上が燃えろプロ野球でございます。で、僕のポイントとしましては、忍者ジャジャマルくん昔持ってましたから、カセットの色が紫っていうのは知ってるんですよ。だからこの中で紫があるやつを選んできました。紫のも何個かあったんですけども、その中でもこの束に関しましては、これ見て、ここに服部くんって書いてあるんだよ。だから1個は服部くん確定なの。なんか服部くんがあるってことは、それつながりで忍者ジャジャマルくんもあるんじゃないかなっていう期待を込めて、これ、あと一応これ
ジャジャマルくんが出た時のためにもうすぐできるようにファミコンの本体ハンディのやつも買ってまいりました。これはもうこのコントローラーにそのままカセットを挿してテレビにつなげて遊べるやつですから1000円で買いましたし、もうジャジャマルくんのポップコーンに関しては近所迷惑になりそうだったから買えなかったので、ジャジャマルくんの心が満たされてないということで、ジャジャマルくん出してそのまま今からこれやるっていう気持ちで開けていきたいと思います。ではちょっとこうね、ここをもう切って、はい、ピロピロピロっと、はい、しまして、一個ずつ見ていきましょうかね。スカイデストロイヤーでございまして、服部くん嬉しいね。服部くんもうこの時点で本当当たりなんですけどもね。でこの後ろにあるのが、はい、ベストプレープロ野球でございます。僕実はベストプレープロ野球相当ファミコンのカセットの中でも一番やったんじゃないかなっていうソフトなので、正直今めちゃくちゃ嬉しいです。これ自分でデータ入力して、だから今でもこのゲームの中に大谷翔平選手とかを自分で作ってパラメータも振って、で他のチームにはイチロー選手とかも作って対戦させたりして遊べるやつですから、相当これいいです。次がこちらでございます。はい。はい、なんだ?バーコードワールドっていう3ソフトだ。3ソフトのやつだ。僕はちょっと存じ上げなかったやつでございます。すいません。分かってなくてごめんなさい。で、待って、次が赤だからさ、もうこれエキサイトバイクとかかなって思ってるんですけども、さあどうでしょうか。こちらでございます。てりーん、モエロプロ野球だ。モエプロね。この人の顔こんな怖かったんだね。さあ次が黒ですからね。まあドラクエ2とかもちろん出ないですかね。でドワドワとかかな。ドワドワって黒かったよね確かね。せーの、ピローンと、あ、ハリキリスタジアム大好きだった。試合をして選手を強化していくことができるっていう画期的なゲームだったんだよね。これはもう一回今やりたい。で、次だよ。さあ、ジャジャマルくん、おいでくださいませ。こちらテニス。初代テニスだ、もう。もうここの柄がもうない頃の一番シンプルな時代のテニスだ。で、もうじゃああとは黒黒で、来ますが、こちら。ナムコのタッグチームプロレスリング。これだいぶレアだね。で、最後はファミスタだもんね。っていう、なんかもうすごい、もっと買えばよかったなっていうくらい、めちゃくちゃワクワクする10本でございました。で、この萌えプロに関しては、よく見たらこれ、シンって書いてありましたね、ここにね。シン。で、初代はこれでございまして、この怖いピッチャーはもう見えなくなっちゃったんですけども、もうこのシンになるとカセットのサイズが大きくなって、これがなんか子供心に嬉しかったなっていうのもありましたよね。今日何の動画だったっけ?